はい、こんにちは、ステラチャンネル13回目の放送でございます。13、鈴木総一郎さん。大丈夫ですか。鈴木総一郎です。いや、しかしどこまで話したんですか。ちょっと忘れてしまいました。はい、通算4回目です。ワールドスタンダードの歴史を振り返るって勝手に僕タイトルつけてますけど、それで解散したんですよ。そうです。そこまで話しました、ね。はい、ノンスタンダードレーベルで3枚の、まあ、2枚のアルバムと1枚のミニアルバムを出した後、まあ、解散しますというところまで。だからプロデビューしてね1年しかねやってないんですよ。そうですよね。本当プロデビューする前は3年ぐらいあるんですけど、うんうん、プロデビューして1年でもう解散なんですよ、うんうん、それが1986年の秋ですかね。解散だって、うんうん、ダメだ。じゃあ、あのもうさっきのあのアルバム出した直後にもう解散はもうあの何度か ライブをやったんですけれども、うん、なんかまあこの先ないだろうみたいなふうに思って、まあ、それよりまあ音楽人生どうしようかなみたいな、ザ人生みたいな感じになってきててつまり母体がなくなるから、これは浪人だなみたいな、うん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 、それで少しだけ付け加えると、まあ、あのミディレーベル、はい、ミディレコードっていうのがあるんですけども、はい、そこはよろしたミュージックっていうプロダクションと矢野ミュージックっていう出版会社がありまして、で僕は当初教授に誘われ、ノンスタンダードの前誘われていたんで、それの恩義があったので、よろしたミュージックっていうか矢野ミュージック扱いになるんですよね、うんうん、ノンスタンダードの後1年ぐらい浪人時代でミディで1枚作るっていう風なとこまで行ったんですよ、うんうん、その時にワールドスタンダードをやるかどうかっていうのはちょっとどうだったのかな、うん、でもなんかねアイデアは考えついていて、フィールドワークレコーディングみたいなのしたいなって思ってて、ヘロンを聴いてたので、ヘロンみたいなアルバムを作りたいんですってミディに言って、外で録音したいんですって言って、はぁみたいな、うん、こうガクって感じで、いやなんか鳥の声とか森とかで録音して企画書を作って出して、なんかそれダメだったのかな。あで、ぼんやりしてて、なんかまあ劇版の仕事とかやりましたからね、うんうんうん、なんかやったんですけども、なんかこうぼんやりしてたらですね、はい、急に声がかかって、電話がかかってくるんです、はい、でそれはね、あの今でもあのご活躍の小林克也さんという、はい、ディスクジョッキーの、はい、スネークマンショーといった方が YMO ファンには通りがいいのかな、うん、小林克也さんから連絡が来て、新しいレーベルをクラウンで作りますから、紅白レーベルっていうのを作ります、そこに来てくださいって言われたの、うんうん、で、どういうことで、ワールドスタンダードのファンだったって言ってくれて、で勝也さん本当にいい人で、2年間アーティスト契約結ばないかということになって、で僕はまたへそが曲がってるんで、ワールドスタンダードはもう終わったんですってやりゃいいのに、尖ってますね、そうやりゃいいのに別のバンドでやりますけどいいですかつっていいけどって言われて、エブリシングプレイってあるグループを作ります、まあ、じゃあ好きになるほどやってよってことで、これルールモナブルというアルバムを作ります。これがエブリシングプレイ名義で、通算ファーストでポッシュセカンドですか。ポッシュがセカンドで、はい、まあ、このような3枚目がエブリシングプレイのエブリシングプレイというアルバムで、うんうんうん、2年じゃないや、もっといたんだ、4年ぐらいいたんですよ、うんうん、クラウンにね。まあこの時にもいろいろな音楽的アプローチがなって、まあこのポッシュは少し有名ですが、僕的にはやっぱり人の縁っていうのがこうつながっていくんですよ。で小林克也さんに呼ばれてクラウンに行ったら、まあ、A&R っていうかとして中根さんという、まあ、亡くなってしまったんですけれども、ディレクターの人が現れて、中根さんって僕は すぐに思って、うん、クラウンにはパナムレーベルっていうのがあったんですよね、うんうん、でかぐや姫とかティンパーレとかをやってた、はい、そこをやってた人なんですよ中根さん、うんうん、でもうちょっと食い込んで言うと細野さんの大安洋子のディレクターです、うんうんうん、で目の前に中根さんが来て、ああ鈴木くんみたいな、
で、当時ため池に六本木、はい、クラウンのスタジオがあって、うんうん、第1スタジオと第2スタジオがため池にありました、はい、でそこでレコーディングいくらでもやっていいって言われた。で会社が8時か9時ぐらいに終わるんで朝まで自由に使っていいっていう風な、つまり次の日ガードマンの人が朝来るんですけど、うんうん、そこまでの間僕はフリータイムなんですよ、うん、もうスタジオ毎日でも使っていいっていう風な、本当はいけなかったんだと思うんだけど毎日レコーディングしてたので夜中にガードマンの人を周りに見に来たりするんだけど、会社の人が帰って会社の人が出社してきたら終わるっていうレコーディング状態に入って、もう音楽的にはもう本当にやりたいことを全てやらせてもらったのはその中根さんが調整してくれたからだというふうに思いますし、やっぱり前回もちょっとお話ししましたけど牧村健一さんがそれのコーディネーションをしてくれたのもあります。この3枚はじゃあその時期の本当にそのもうスタジオで好きにやれたことがそのまま本当にこう詰め込んでる。すごい音楽家としてそれで生活できてたのかっていうのは難しいんですけれども、音楽的にはすごくやっぱ僕は花開いたというか、1990年代を乗り越え、1990年は腹挟んでいるんですけれども80年代から90年代に移行できているところなんですよね。だから渋谷系とかが、はい、音楽を自由に解放するっていう再評価っていうか、いろんな古い音楽も、うん、ブラジル音楽なんかも含めてなんですけれども、はい、そういう空気の中で、うん、渋谷系には入れないんですけど、音楽的には自由にやらせてもらえたのはやっぱり音楽業界が、CD が売れてたのかな、まだそうですね、バブルというか、うん、1992、3年ぐらいまでまではもう非常にいい時で、どんどんやってって言われてるような時だったので、そうですかって感じで作ってました、うんうんうん、はい、なるほど。これはじゃあもうその駆け足ですけど、うん、この長くなっちゃうから本当重要でしたね、うん、そうですか、ありがとうございました。じゃあまた次回も楽しみにということで。